はい、それでは、アルゴリズムの記述について、見ていきます。テキストですと、7ページの方にですね、少し戻るんですけれども、テキストの記述は若干かなり、簡素ですので、もう少し丁寧に説明したいと思います。まず、アルゴリズムって何ですかっていうんですけれども、日本語ですと、算法とも呼ばれます。で、これはある入力式や値に対して、ある出力式や値を出力するための計算手順、ステップのことを言います。アルゴリズムと言いますと、NHK の E テレに「ピタゴラスイッチ」という番組があって、最近あまり見なくなったんですが、以前よく見てたんですけど、あの番組の中にアルゴリズム体操というのがあります。で、いろんな人たちがですね、決められた動作を一緒に行ったりあるいはずらしたりすることで、うまく隣の人同士が動いてもぶつからないような、そういう面白い動きをやっていたのが、見るのが楽しかったのと、あとはいろんな方々がね、出演されていたので、それも楽しかったですね。僕は個人的にはホルンを吹いてるんですけれども、NHK 交響楽団の人たちが出た回というのは非常に面白かったなと 印象に残ってます。はい。で、そういうアルゴリズム、あれもですね、やっぱりある一定の手順に従って何か動作を行うという意味で、広い意味ではアルゴリズムなんだろうなと思いますけれども、で、ここで考えるアルゴリズムは、我々数学やってますから、もしくはコンピューターを使いますので、何か計算をするというアルゴリズムです。で、そのアルゴリズムにはですね、どんな性質があるか、もしくはどんなことが求められているかということでですね、一応クヌースという人の書いた本から持ってきました。ちなみに、クヌース先生はですね、皆さんどこで会っていたかというと、物理的に会っていたわけじゃないんですけれども、数学類の計算研修を履修した人ですね。TEF という文書処理システムをやったと思いますが、この文書処理システムを作った方ですね、クヌース先生というのは。で、しかもですね、なんでクヌース先生がこの TEF を作ろうと思ったかというと、今回引用しているこの The Art of Computer Programming っていう、すごいアルゴリズム、コンピューターのアルゴリズムに関するすごい教科書があるんですけれども、で、あれの本をですね、クヌースさんが電子組版かな、いあのい最初に本を作った時には、昔の、なんて言うんでしょうね、活字を組み合わせた版で本を作ったらしいんですが、2版を作ろうとした時に、このコンピューターで組版を使用したのを見たら、その数式が非常に美しくないということに憤慨されたんですね。それで、自分だったらコンピューターでもっと美しい数学の本を作れるはずだということで、大学だとサバティカルっていう、何年かに1回研究に専念できる制度がアメリカの大学でもありまして、最近では筑波大学でも導入されてますけれども、そのサバティカルの時に、そういう今の電子出版よりもより美しい数学が組めるシステムを作ろうと決心されて作り始めたっていうのが TEF だったんですね。はい。で、それを使って作った本でもあるんですけれども、この本の中で紹介されております。1つ目は有限性、これは有限化のステップで停止する。2つ目は厳密性、すべてのステップにおける動作が厳密に定められていると。これは例えば、サイコロを振って動作を決めたりとかっていうことはしないですよっていう意味ですね。それから、3つ目は入力。これは0個以上の入力値を持つと。で、4つ目は出力。これは1個以上の出力値を持つと。で、最後5個目は有効性といって、すべての演算が有限の長さで意味のある計算が行われると。で、5つ目に関しては、例えばその整数を入力を前提としているような、アルゴリズムに、無理数なんかを入力すると、所定の記載した通りの動作が、しない場合もあるかもしれませんけど、そういうことは、行わないということですね。
だから意味のある計算が行われるようなアルゴリ動作を行わせるというのが、まあ、その5個目の条件です。まあアルゴリズムっていうのは大体こういうその要件があるというのが一般的なようです。で、そのアルゴリズムの書き方ですけれども、疑似コードというのを使います。と、まあ、アルゴリズムは最終的にはコンピューターのプログラムにしますので、まあ、特定のプログラミング言語で書いてもいいんですけれども、と大体多くのプログラミング言語には共通した性質というか見かけや使い道っていうのがありますので、まあ、そういった、共通した部分を取ってですね、その表したものが疑似コードと呼ばれるものです。で、ここではその疑似コードは次のように書きます。まずアルゴリズムですね。ここでアルゴリズムで何か名前を書くと。で、次に入力と出力を書きます。で、その下にまあ、ステップ1、ステップ2からステップ N というふうに計算の手順を書いていくという形にします。一応まあ疑似コードもですね、いろいろな書き方ありますけれども、これはあくまでもこの授業でこう書くということです。それからアルゴリズム特有の記号というのがあります。まず変数ですね。これは数や式の値を保持するものでして、まあこれ大体まあこの授業でも P とか Q とか U とか V とか W とかまあアルファベットで大体使うと思います。で、2つ目は代入ですね。これは変数に数値や式を代入するというもので、これはここにありますように、左向き矢印で、これは U に数値0を代入するというようなことを表します。で、コンピューターのプログラミング言語に触れ始めて、人で特に数学の人が戸惑うであろう点がですね、この代入とそれから統合の意味のこう違いを認識するところではないかと思います。数学ですと大体その等式ですね、等式で右辺と左辺が等しいという論理的な関係を表す統合と、それから例えば右辺の値を左辺に代入するかといったら代入というのはどちらも同じイコールという記号で書かれるですね。で、しかしながらコンピューターサイエンスでは代入とその比較っていうのが明確に区別されていますので、プログラミング言語でもその代入と比較は異なる記号で書かれているプログラミング言語結構あります。ので一応ここでも少し区別しておきますので注意してください。はい。で、次に3つ目は論理式ですね。これは真偽値、真か偽を返すということで、まあ例えば U は0に等しいとかですね、それから AND とか NOT とかっていったような言葉を使うことがあります。で、最後はリターンですね。これはアルゴリズムの値を返してその時点でアルゴリズムを終了するという意味で、例えばこのリターン P という文が現れたら、これはその変数 P に入っている数か式を返してそのアルゴリズムを値として返し、出力値として返して、そのアルゴリズムを終了しますと。まあ、そういう意味になっています。ここまでいいでしょうか。はい。で、次にですね、アルゴリズムの制御構造というのを、紹介しておきます。アルゴリズムは結局、計算の一連の流れを表したものですので、これがですね、このいろいろな条件によって、こう、流れが変わったりすることがあります。で、その流れを変えるための機構がこの制御構造と呼ばれるものです。で、制御構造には大きく分けて、3つありまして、逐次と選択と反復と呼ばれる3つの制御構造があります。じゃあその3つの制御構造をこれから順番に紹介していきます。まず逐次ですが、これはアルゴリズムの処理の流れの中で一番基本的なものです。まあ、上から下まで順番に実行しなさいということですね。で、一応アルゴリズムのいろいろな計算などの指示は分と呼ばれる単位で区切られております。まあ、一つの分が例えば一つの計算を表すということで、で、この分ごとにこのセミコロンという記号で一応この処理を区切って書きます。次に、紹介します選択ですね。選択もいくつかありますけれども、今回授業で使うものはその中の代表的なので、if 文というのを紹介しておきます。
ここではその if α 全っていう書き方をしましたけれども、ここで α は論理式です。 if α 全って書いて下にこの β という文のブロックがあったとすると、この α が真ならば β を実行するということを意味します。で、オプションとしてあの else って書かれたブロックも、つけることが許されています。で、else の間にガンマっていう文のブロックが入ってきますと、これはどういう意味かというと、この α が偽ならばガンマを実行しなさいということを意味しています。なお、この else のブロックはなくても構いません。最低に必要なものは ifα 全 β の部分ですという形で書いていきます。3つ目は反復ですね。反復もいくつかの書き方ありますけれども、ここではfor文というのを紹介しておきます。これはfor α do と書いて、下に β と呼ばれる文のブロックが入ってくるんですけれども、これ α はですね、こんなふうな書き方するんですが、一応これはこのテキスト特有の書き方なんですが、i が m 点々 n の時、これはもし n が m 以上ならば、i を m から1ずつ増やして、n になるまで、この β の処理を繰り返しなさいと。そういう意味です。で、逆に、m が n 以上の場合ですね。の場合には、i を m から1ずつ減らして、n になるまで、この β の処理を繰り返しなさいと。そういう意味を表します。とりあえず、当面の間ですね、このアルゴリズムを記述するには、この、逐次と、逐次と、それから選択、if 文による選択と、それから for 文による反復があれば、それなりに用事は足りますので、とりあえずこの3つを使ってアルゴリズムを疑似コードで表します。